ゆっくりマルクスです。ゆっくりエンゲルスだぜ。今日も国際労働者学園を発展させていくぞ。前回は寮を収容所化したり、食堂を拡張したりしたな。4年目の夏に突入した国労学。このたったの3年半で廃校だった学園は大躍進を遂げ、世界で最も優秀な学園へと成長した。資本主義教育に対する社会主義教育の優越性を示したのである。確かに木造でボロボロだった校舎が宮殿に生まれ変わったり、3年半で恐るべき大躍進を遂げているのは事実だ。ソ連が同志スターリンの5カ年計画によって10年で工業国となったように、中国がもう同志の大躍進政策によって15年でイギリスを追い越したように、国労学も生徒数1桁の底辺学園から世界に羽ばたく人材を育成する学校へと成長したのだ。いや、前者はともかく後者は大失敗してるんですけど。国労学の大躍進は止まらぬ。資本主義の終焉は目前だ。というわけでいつも通り卒業式と始業学校大会を終えて、国際労働者学園に新たな季節が訪れます。11期生よ、世界に羽ばたけ。革命の日は近い。機械とか目前などと述べているが、実際にいつ行動を起こすのかは教えてくれない校長。ひらめいた。なんだ急に。何をひらめいたんだ？新たなビジネス。いや、生徒たちの生活を豊かにするための革命的施設の建設だ。いや、絶対にビジネスって言ったよね。やっぱり金儲けを考えてるよね、マルクス校長。何を言う。国際労働者学園は私益を貪るブルジョア学園とは違い、公益に全てを捧げるプロレタリア学園なのだから、ビジネスなど考えているわけがなかろう。その割に月平ビジネスでだいぶ儲かってるみたいだけど。スーパーマーケットを校内に作る。さあ、生徒諸君よ、どんどん買え。バリバリビジネスやろうとしてんじゃねえか。資本主義のゴンゲを校内に作ろうとしとる。というわけでスイーツ店の隣にマルクスーパー開店じゃ。月平供給所、食堂、スイーツ店、売店、そしてこのマルクスーパー。学生のお小遣いを全部絞り取る気の国際労働者学園。絞り取るとはなんだ。国労学生協は学生の味方である。外部よりはるかに安い価格で商品が買えるのだ。その価格設定を疑うことなど許されない。しかし、我らが最も寄り添うべき無産階級の生徒たちは、日々の生活を280円でやりくりする苦しい生活を送らされている。当然、国労学は彼らに寄り添っているとも、国労学は生徒の階級に応じて学費を変えている。この革命的な制度により彼らは最も安い学費で学校に通うことができているのだ。プロレタリア生徒は小遣いを月平に使えばいい。他はブルジョアの出自を持つ生徒たちに金を落とさせるための施設だ。その利益によって貧しい生徒の学費は補われるのである。その割に国労学は毎日結構な儲けを出してますけども。この学校がたった3年半で大躍進したのもこの校長が私利私欲にとらわれず、すべての利益を生徒に還元してきたからである。この木造で、暑さ対策に氷を並べるしかなかった国労学が、偉大な人民大校舎を建設し、全教室に空調を完備した先進学校へと成長した。国労学がすべての利益を生徒に還元してきたことの証左である。では学校設立当初、こんなに痩せていたマルクス校長が、周りも巻き込んでこんなに肥満体になったのなんでだろう？学校が大きくなるとともに校長の体が大きくなるのは必然である。そんな定理聞いたことないけど、マルクスーパーではこれらの革命的な商品を売りに出すぞ。なんだこの品揃え。芸術が良くなるドリンクってなんだよ。そりゃ芸術が良くなるんだろう。これで美大落ちが生まれることはなくなり、ネオナチは根絶される。元祖がたまたま美大落ちなだけで、別に美大落ちだからそういう思想に染まるわけじゃねえんだわ。それに飲んだだけで芸術的感性が上がるって危ない薬の類だと思うんですけど。そして今、生徒たちの間で大流行りなのが建設通り86番テーブルゲームだ。どんなゲームだよ。みんなでお店やビルを建てるゲームだろうが。よくわからんが、モノポリー的なゲームか？は？あんな独占資本主義ボードゲームと建設通り86番テーブルゲームを一緒にするな。決して争うことなく、みんなで協力してお店を経営するゲームである。競争のないボドゲ、何が面白いの？ヘリ登校の生徒も随分と増えたな。ヘリ通学の彼らは学力も経済力もあるブルジョア生徒たちです。しかし、国労学においては関係ない。その出自を自己否定し、無産階級に寄り添うのだ。うん、なんか寮の裏に新しい建物が建ってる。この建物の中に特殊建造物、国労学発の奇形を建てるのだ。図書館やら美術館やら色々あるけど最初は何を建てるの？図書館を建ててみようと思う。そして全世界から集めた革命的な書物を蔵書として所蔵するのだ。いろんな思想の本を集めた方がいいんじゃない？言い訳なかろう。厳しく検閲し、国労学にふさわしい本だけを所蔵するのだ。散々検閲されてきた国労学が検閲する側に回っちゃったよ。この図書館を建設するには5日ぐらいかかるらしいので、完成は来期になるだろう。今度は美術館を建てるつもりか？ああ、そうだ。美大落ちを出すわけにはいかぬ。プロレタリア絵画を収録した革命美術館を建築することで、美大落ちは根絶されるだろう。いや、美大にも当然定員があるんで誰かは落ちますよ。というわけで国労学革命美術館を図書館の裏で建築開始。前衛芸術的で革命的な建造物である。急に趣の違う建造物が誕生しようとしてるな。そしてこちらには科学的社会主義の館を建設。
科学的社会主義の館ってなんだよ。あらゆるものを科学的に探求するための施設だろうが、このように大きな建造物を続々と建設することで国老学の発展を示す。そして生徒たちも世界で最も高度な教育を受けることができるだろう。まあ、教育が充実するのは良いことだ。これだけの施設を建てる金をたった3年ちょっとで稼ぎ出すとは、さすが校長、ビジネスが上手いですね。資本主義的学校運営ビジネスではない、革命的学校運営の成果だ。ほとんど月餅の売り上げでできた月餅御殿なんだよね。さて、寮を覗いてみると寮生たちがとっても幸せに暮らしてることがわかるな。どう見てもタコ部屋だろ。いい加減にしろ。国老学、お菓子の需要が足りていないようだ。というかお菓子とスイーツの需要が別々に存在しているのはなぜだ。水とは別にジュースが欲しくて飯とは別にお菓子とスイーツを欲しがる。国老学生は結構贅沢なようで。月餅はお菓子だし、腹持ちもいいし、全需要を同時に満たせるだろ。この世界、月餅はお菓子に入らないので別にお菓子を提供しなきゃなりません。生徒たちは通常の食事、お菓子、スイーツ、ジュース、おもちゃを買うためにお金を使う。貧しい生徒は当然その一部しか手に入れられず、富裕な生徒は全てを手に入れる。国老学内の状況はまさに資本主義社会の縮図になったのです。そんなわけがなかろう。これが国老学の昼休みの光景だ。皆が等しく月餅を配給され、革命的ランチタイムを送っている。皆が平等に同じものを手に入れているのだ。校長先生も月餅配給列の隣でぼっち月餅してますね。そして帝大解体入試粉砕ゾーンでは売店で買った革命的タコをあげる学生たち。毎昼見れる光景である。帝大解体入試粉砕ゾーンとかいう不穏なエリアを作るな。そして月餅配給所に負けず、人民食堂も賑わっている。さっきまで月餅食ってた校長が今度は食堂で定食食ってるんですけど。昼飯をどれだけ食おうが俺の自由だろうが。なんか監視カメラの目の前の席で食ってるし、監視カメラ設置した側が陣取るなや。別にいいだろ。校長の隣に座っている生徒、プロレタリア階級で月餅は高いからと定食を食べてるのに、隣でブルジョア校長がバクバク飯を食ってブクブク太ってる。私有財産によって学園生活の豊かさが変わる資本主義学校である。校長として食堂で生徒たちと食事を共にし、彼らとの革命的同志愛を育みながら学園生活を送っているだけである。でも学園生活の中で貧富の差が生じてますけど、日本が資本主義国家である以上、国老学に通う者たちに貧富の差があるのは当然。確かに貧富の差を緩和するために月餅や他のものを無償で配布するという選択もある。しかし、それは改良主義的な思考であり、根本的な解決にはならないだろう。将来、日本革命が実現されれば、生産手段は社会化される。何度も言ってる通り、資本主義の終焉、そして革命の後期は近いのだから。学園生活における多少の不自由は我慢しなさい。資本主義の終焉は近いって毎回言ってるけど、いつかは教えてくれないんだよね。どんどん終末論系宗教みたいになってますけど。そもそも生徒たちの満足度はとても高い。クラスに嫌な奴がいるぐらいしか不満要因がないほど、国際労働者学園は生徒たちから愛されているのである。そりゃ満足度アンケートに悪いこと書いたら総括部屋送りにされそうだし、嫌なクラスメイトも多分、校長と後衛兵のご機嫌取りのために反動分子の名を書いてるだけだろうな。さて、そして今回もテスト日が訪れる。言うまでもなく全員合格というか全員満点です。ベストン工科大をはじめ、世界クラスの難関校に進学する生徒も多い。教育現場から資本主義要素を徹底的に排除した社会主義教育の成果である。国老学は世界一の高校になったのだ。そしていつものごとくテスト日が終わると新学期のカリキュラムを作成。時間割にたくさんの思想と道徳を入れながら新学期の準備をする校長先生。主要学校大会、国際労働者学園第12期生の卒業式。学期始め恒例の行事を済ませた後。何？教育の勝利？マルクス、我らが国際労働者学園は、設立3年半目にして勝利条件の一つ、教育の勝利を成し遂げたようだ。教育、人数、建設、部活の4種類のうち、教育を成し遂げたというわけか。ベストン工科大学に卒業生を5人送り出したことで勝利条件を達成したようだ。ブルジョア学園に対するプロレタリア学園たる国老学の優越性、そして社会主義教育の優越性をゲームも認めたというわけだな。まあ、教育の勝利なんでそういうことになるな。素晴らしい。今ここに国際労働者学園は世界で最も偉大な学園として、正式に認められたのである。敗北したブルジョア学園は粉砕され、国老学のようなプロレタリア学園へと再編される。今、日本から教育大革命が始まる。そして日本中にできたプロレタリア学園の学生及び卒業生たちの手によって、日本革命が起きるのだ。まあ、国老学が成功しちゃったもんだからその手法を真似する学校は現れるかもね。多分大失敗するけど。そして校長の側近として学園を支えてきた同志さんやから報告があった。元校長先生？そんなのいたっけ？初回に出てきた学校をマルクスに押し付けて世界旅行に出かけたクソブルジョは元校長だろ。ああ、同志校長猫のことか。というわけで元校長が旅行を終えてマルクスに会いに来た。同志さんやも元校長の元で働いていたのか面識があるらしい。同志校長猫お久しぶりです。国際労働者学園は立派な学園になりましたよ。当初はボロボロの廃校だったからね。そういえば同志校長猫、あなたからもらった手紙には学校を復活させれば宝をくれると、
しかし、そのお宝はすでに手に入れていると語る元校長。ちなみに俺は初回にこういう予想をしていた。生徒たちの笑顔。可能性濃厚である。おいおい、そんなありきたりなオチなわけがなかろう。宝物とは国老学に現出された共産主義のユートピアに違いない。国老学に現出してるのはどう見ても資本主義社会なんで。元校長はお宝を思い出させてくれるようだ。そしてマルクス校長の手に尊敬する校長先生へと書かれた。国際労働者学園記念アルバムが手渡された。なお、表紙の写真のような教室は国老学にはない。国老学を運営し始めてから3年14日。1年が4週間、28日の世界なので3年半だ。その間29のクラスを設立し、57人の職員を募集、12回生徒が俺の指導のもと卒業していった。マルクス校長先生のご指導だ。学校の敷地を4段階拡張し、13個の募集ポイント、すなわち生徒たちが住む町と提携関係を結び、そのうち赤石町をはじめとする5つの町は町全体が国老学と革命精神を共有している。学校が今の知名度を持ち得たのはすべて校長先生のおかげです。ご指導とか、すべて校長先生のおかげとか、校長個人崇拝の影響が色濃く出てるな。学校の敷地を4段階拡張し、622名の全卒業生が進学希望を実現した。いつの間にか622名も卒業生を出してたんだね。最も多くの卒業生が進学したのは慶光大学経済学部。滑らぎの字が示すように元は反動学園であったが、すっかりマルクス経済学者の拠点とすることに成功したな。経済学に強いのはマルクス主義学園らしいことだな。いじめや打ち毛バラン等、デモをはじめ、247件の重大事件を解決し、620回も処分命令を出したぞ。これ見ると本当に秩序悪かったんだな国老学。最近、秩序悪いよね。最近どころかずっと悪いよ。そして強靭な革命精神で白色テロ、3回の火災や3度の地震を乗り越えた。3度目の学園直下地震は大変だったな。この子たちの笑顔を見て、これが校長先生の宝物か。やっぱり生徒たちの笑顔じゃないか。というか写真の中の生徒たち、誰一人として笑ってませんけど、真顔なんですけど、マルクス校長は変顔してるし。というわけでこれで国際労働者学園の物語はおしまい。めでたしめでたし。そして同志校長猫からエールをもらい、俺は校長の職務に戻る。これから教育大革命が起き、世界中に同志たるプロレタリア学園が誕生するだろう。そしてそれが日本、いや世界革命につながる時まで、校長には国際労働者学園を導く使命がある。さあ、生徒、教師諸君、今日も授業に取り掛かろう。国老学の朝は早い。こうして国際労働者学園は伝説になった。というエンディングを見せられた後、同志サーヤからお別れの言葉を告げられた。一応プレイは継続できる。もうすぐ完成する革命的大図書館だけでも見てみるか？というわけで国老学発の奇形と呼ばれる特殊建造物。国老学図書館の出来上がりを見てみるぞ。立派な図書館だ。で、この図書館では何ができるのかね？文学読書会というのを開けるらしい。よし、じゃあ開いてみるか。始まったみたいだ。陽気な BGM と喋り声が聞こえるな。会話してるだけにしか見えないが、読書会のようだ。いや、これこそ革命的読書会である。よく見るとマルクス校長を含む教師たちも出席している。生徒も教師も革命的同志愛を育みながら共に本を読む。素晴らしい会であったな。読書会だけでなく、文系授業の特殊教室としても使用されるようだ。太ましい同志サーヤが講義を行っているな。図書館とは関係ないが、スイミングプールでも革命的な授業が行われていた。制服着たまま泳ぐな。着衣水泳の授業とは新しい。実際、水難などで泳がなければならなくなった時、着衣であることが多いのだから。実践的で革命的な国老学らしい授業だ。だからといって毎日着る制服で泳がす必要はないだろ。そういえばエンゲルス君。なんだマルクス？エンディング後になって気づいたんだがね。校長先生モードという謎のモードがあるらしい。どんなモードなん？というわけで押してみると俺自身を操作できるモードになった。こんなこともできたんだこのゲーム。生徒たちと会話したりもできる。ただ時間の速さの調整もできないし、とっても不便なモードだ。じゃあ最後にこれで国老学を探検してみますか。感度が高すぎて視点が安定しない校長先生モード。教室がある2階に上がるため、エレベーターまでやってきたマルクス校長。ちょっと待って、校長先生モードエレベーター使えないんだけど。デバッガーマルクス校長、校長先生モードのバグを発見。NPC 化したマルクス校長が2階に上がった時を見計らって再び校長先生モードに移行。これで最も多くの生徒が学園生活を送る人民大校舎2階に行くことができた。校長として授業の様子を視察する。校長、あんたも理系教師だし自分の授業に行かなきゃダメなんじゃないの？しかし、どこで授業を担当してるかわからないので一旦 NPC 化して授業に向かわせてる。どうやら校長は1年1組判定教室で遺伝学の授業を担当していたようだ。類線個遺伝学を教える素晴らしい授業ではないか。さあ、諸君、最も偉大な脳学者、同志類線個の学説を教えよう。こんな疑似科学を教えてるのに教育の勝利を達成したの恐ろしい。というわけで国際労働者学園はこのようにとっても楽しい学園です。入学したい、転入したいなどと思った諸君はすぐに願書を出すべきですな。君には革命的な毎日が待っている。国際労働者学園。それは革命的な3年間。
未来、プロレタリア、したい。革命的同志愛を育み、新たな毎日を送れる学校。造反有利革命無罪。国際労働者学園高等学校。なんじゃこれ。学校紹介 PV だろうが。誰が造反有利革命無罪などというスローガンをのたまっている学校に入学すんねん。